取り付け方法と取り付け後の確認をご説明いたします。本ピンを取り付ける前に、1アイソフィックス取り付け金具の有無と、2適合車種をご確認ください。また車を変えて本ピンを取り付け直す場合も、1アイソフィックス取り付け金具の有無と、2適合車種をご確認ください。取り付け金具がない場合や適合車種以外の場合は本ピンを取り付けないでください。解除レバーを上げながら緑色のラインが見えるまでコネクタレバーを強く握り、左右にある保護部材を外してください。アイソフィックス取り付け金具は車のシートの背もたれと座面の付近にあります。袋から黄色のフィックスガイドを取り出し、車のアイソフィックス取り付け金具に差し込みます。本ピンを横に倒し、ベース底面にある赤色のサポートレッグ解除レバーをつまみ、サポートレッグをカチッと音が鳴るまで回転させて固定します。回転する際は指はさみに注意してください。本ピンを座席に乗せ、左右にあるコネクタ部をアイソフィックス取り付け金具にカチッと音がするまで押し込んでください。必ず左右のコネクタ部のインジケーターが緑色になっていることをご確認ください。コネクタレバーを握りながら本ピンのベース背面と座席の背もたれが密着するまで強く押し付けます。1車の背もたれが倒れていて本ピンのベースと隙間がある場合は、車のリクライニングを調節して密着させてください。2本ピンと車の背もたれに隙間がある場合は、コネクタレバーを握りながらさらに押し込んでください。3本ピンと車のヘッドレストが干渉する場合は、車のヘッドレストを外してください。サポートレッグ調節レバーを握り、サポートレッグが車の床面に接するまで下げます。サポートレッグとベースを押し広げると表示が緑になりロックされます。取り付けた後、座席と本ピンの間に隙間がないか、サポートレッグが床面に接し確実にロックされているかを必ずご確認ください。次の状態になっている場合は正しく取り付け直してください。車の背もたれが倒れていて本ピンのベースと隙間がある場合、本ピンと車の背もたれに隙間がある場合、本ピンと車のヘッドレストが干渉する場合、